ロワーアメリオン軍区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部のモンゴメリー軍のタウンシップであるペンシルベニアメインラインと呼ばれるフィラデルフィア市の郊外部に位置している2010年の国勢調査での人口は57,825人であり軍内では人口最大の自治体だった国内の人口4万人以上の自治体の中で世帯あたり年収の中央値では第4位だった メリオンという名前は北ウェールズのメリオネスシャーに由来している。メリオネスはウェールズ語のメリオニードを英語化したものである。ローワーメリオンはアッパーダービータウンシップ、ハバフォードタウンシップ、チェルトナムタウンシップとともにフィラデルフィア郊外部の中でも内側の輪を形成している。ローワーメリオン付近図、ローワーメリオンタウンシップとなった地に最初に 入植したのは1682年、ウィリアムペンから土地を払い下げられたウェールズ出身のクエーカー京都だった。1713年独立したタウンシップとして設立され、当時土地所有者と古作人合わせて52人が登録されていた。1900年、第一級タウンシップとして法人化された。町の中には1695年に建てられ、 国内でも最古の連続して使われている礼拝所メリオンフレンズ集会所がある。ミルクリーク歴史地区とセビル劇場がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。2011年にはグリーンヒル農園が追加された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば領域全面積は23.9平方マイルであり、このうち陸地23.7平方マイル。 水域は0.2平方マイル、水域率は0.67%である。ローワーメリオンタウンシップはフィラデルフィア市の北に接しており、他には、コンショホッ北ンボロ、ウエストコンショホッ北ンボロ、アッパーメリオンタウンシップ、ホワイトマーシュタウンシップ、デラウェア郡のハバフォードタウンシップ、ラドナータウンシップと接している。広さ0.5平方マイルしかないが独立した、 生態であるなぁバースボルは、ローワーメディオンタウンシップの中に完全に囲まれている。タウンシップの南側境界になっているのが、シティアベニューであり、そこから、フィラデルフィア市に入る。シティアベニューに沿って、スクルーカル・エクスプレスウェイが始まり、ロードテーラーとなって、バラシンワイドのベルモント・アベニューまで続き、ゴールデンマイルと呼ばれるものになる。ここには、ラジオ局とテレビ局、エクソンビル、 フォックスビル、ジャーマンタウン貯蓄銀行ビルがある。これらのビルの背後には、191集合住宅と、バラシンワイドプラザがある。タウンシップの東側境界は、スクーカル側に沿っている。これに、自動車専用道のスクーカルエクスプレスウェイが並行し、フィラデルフィアとペンシルベニアターンパイクのバレー法事、インターチェンジをつないでいる。タウンシップのすぐ外側にミッドカウンティインターチェンジが、 ある。タウンシップを通る、その他の幹線道としては、アメリカ国道30号線、ペンシルベニア州道23号線、道320号線がある。ヨーロッパ人が入植する前のローアーメリオンの深い森には、熊、クーガー、オオカミ、ガラガラヘビ、カワウソ、ビーバー、イタチ、ライチョウ、ウッドランドバイソン、マス、白桃ワシが住んでいた。 ヨーロッパ人が到着すると森の伐採をはじめ野生生物の多くを追い出した。第二次世界大戦後、ローアーメリオンは農業の町から郊外地に変身し、それによって野生生物も変わった。今日では赤狐白アシネズミ、ミミズク、スカンク、アライグマ、ザリガニ、ナキドリチョウチ鳥、蝶々、白ウジカが住んでいる。2010年国勢調査時点での 人種別人口構成は白人85.7%黒人5.6%インディアン0.1%アジア系6.0%根結1.9%ヒスパニック系3.0%となっていた以下は2000年の国勢調査による人口統計データであるロワー,ーメリオンは第一級タウンシップであり 行政委員会は14の選挙区からそれぞれ選出される14人の委員で構成されている。ローワー・メディオン・タウンシップはアメリカ合衆国会議員の選挙でペンシルベニア州第13選挙区と第2選挙区に属し、衆議会会員では第149選挙区と第194選挙区に、同上院では第17選挙区に属している。ローワー・メディオン・タウンシップは ペンシルベニアメインラインと呼ばれる裕福な郊外町の並びにあり、その名称はタウンシップを通る鉄道の本線に由来している。南東ペンシルベニア交通局パオリ、ソーンデール線が通っており、タウンシップ内の次の町に停車駅がある。南東ペンシルベニア交通局新ワイド線は、ウィークデーに運行しており、バラ新ワイドの中に以下の駅がある。 ローアーメリオンタウンシップの2013年包括的財務報告書によれば、タウンシップ内の主要雇用主は次の通りである。公立学校、ローアーメリオン高校、改修前の建物ローアーメリオンタウンシップの児童生徒は、ローアーメリオン教育学区の学校に入学する。ただし、私立学校に行くものは例外である。この町で最初の学校は、 国内でも最初期の公立学校であるローア・メリオン・アカデミーだった。この学区には小学校6校、中学校1校、高校2校がある。著名な卒業者バスケットボールのスター選手、コービー・ブライアントはローア・メリオン高校を卒業した。1996年には高校のチームを州の選手権に出場させた。映画監督のマーシャル・ハースコビッツも、 ローアーメリオン高校を卒業した。著作家ライザ・スコットラインもローアーメリオン高校を卒業した。ロナルド・レーガン大統領の政権では最初の国務長官アレクサンダー・ヘイグもプリンストン大学教授のロバート・フェイグルズも同様である。ハーバード大学の元学長で第71代アメリカ合衆国財務長官となったローレンス・サマーズはハリトン高校の卒業である。 俳優のデビッド・ボレア・ナズは、ローズモントにあるローズモント・スクール・オブ・ザ・ホーリー・チャイルドで学んだ。その父であるデイブ・ロバーツは、フィラデルフィアのテレビ局で、気象予報士をしている。私立学校、ローズモント・スクール・オブ・ザ・ホーリー・チャイルドは、ローズモント地区にあり、ローマ・カトリック教会フィラデルフィア大教区と関係があるが、統括はされていない。ローズモント・カレッジの隣にある。 その他の私立学校として、シプリー学校、ボールドウィン学校、ウォルドロンマーシーアカデミー、ハバフォード学校、アグネス・アーウィン学校、フレンズ中央学校、フレンチ・インターナショナル・スクール・オブ・フィラデルフィアがある。ローズモント・カレッジの本館ブライン・オーワー・カレッジの、ペンブローク・ホール・ブライン・オーワー・カレッジ、ハーカム・カレッジ、ローズモント・カレッジ、 セント・チャールズ・ボロメオ人学校がローアー・メリオン内になる。セント・ジョセフ大学のキャンパスがフィラデルフィアとの試作会にまたがっており、ハバフォード大学のキャンパスはハバフォード・タウンシップとの境界にまたがってある。日本語の補修授業を行うフィラデルフィア日本語補修授業校がワインウッド地区のフレンズ中央学校で授業を行っている。2010年、ある高校生が 学校の管理官を訴え出た。この学校管理官は学校が支給したノートパソコンのカメラ機能を使って家にいる時の生徒の様子をスパイしたというのが理由である。ロビンス対イ・ロワー,ーメリオン教育学区事件と呼ばれている。判決は原告の訴えを認めたものとなり教育学区に罰金を払わせた。このハリトン高校の事件ではエレクトロニクフロンティア財団と アメリカ市民自由連合が憲法に抵触すると考え、原告を支援する法定助言書を提出した。ありがとうございます。